2008-2009ISU グランプリファイナルはフィギュアスケートの国際競技会で2008から2009年シーズンの ISU グランプリファイナル及び2008から2009年シーズンの ISU ジュニアグランプリファイナルである2008年12月10日から14日にかけて韓国開市で開催された 2008-2009ISU グランプリシリーズの 獲得ポイント上位6選手、6組が出場した。初めて ISU ジュニアグランプリファイナルと同時に開催され、ISU ジュニアグランプリファイナルには2008、2009、ISU ジュニアグランプリの獲得ポイント上位8、選手、8組が出場招待された。男子シングル、女子シングル、ペアはショートプログラム、フリースケーティングで最終順位を決定。 アイスダンスはオリジナルダンス、フリーダンスで最終順位を決定した。アイスダンスではコンパルソリーダンスは行われていない。グランプリファイナルでは男子シングルのブライアン・ジュベールはフリースケーティングを棄権した。当初出場予定であったアイスダンスのヤナホフロアセルゲイ・ノビツキーはノビツキーが体調を崩し直前に欠場5組での争いとなったが、 タニス・ベルビンベンジャミン・アゴストも、ショートプログラム後に棄権したため4組での争いとなった。ジュニアグランプリファイナルでは、出場招待があったミハル・ブジェジナ、パイパー・ギレス、ザカリー・ダナヒュー組が早くから棄権を表明し、補欠順位1位のアルトゥール・ガチンスキー、マリナ・アンティポは、アルチョ・ムクダチェフ組が繰り上がり出場した。ペアのクセニア・オゼロは、アレクサンドル・エンベルト組は、 フリースケーティングを棄権した。今回大会は冠リスポンサーがあり、大会名冒頭に SBS と冠された。女子シングルは日本の浅田真央がフリースケーティングで世界で初めて2度のトリプルアクセルを成功させ2度目の優勝を果たした。男子シ,シングル、編集女子シングル、編集ペア、編集アイスダンス、編集男子シ,シングル、編集女子シングル、編集ペア、 編集アイスダンス編集ありがとうございます。